こんにちは。This is Taro from Kodama Koi Farm. Guess who I am? Look. Yes, I am in Niigata, the Mecca of Nishikigoi. I'm here today to visit some of the koi breeders. I'd like to see how this year's harvest is going to look like. So let's check it out together.まあ、2歳以上はおおむね順調です、うん、秋期待してください、はい、生産状況は、まあ、順調に搭載もバラエティがいっぱいで数も結構できましたし、うん、クオリティも結構いいです、うん、はい。今年2歳はまあドイツと火移りがまあまあよくできてますし、3歳は火移りがかなり大きくなってるんで面白いと思います。今年は、まあ2歳とかもですね、まあ気候も良かったし、まあ、去年例年よりはちょっと数もですね多く野池で飼育してますんで、多分紅白がちょっと多いですかね、例年より。で昭和はいつも通りだと思いますし、まああとうちの ボタン、まあ、ちょっと変わったのとかもいますし、まああと銀鱗とかですね。まあアメリカも含め、まあ、全世界中がこのコロナウイルスでも本当皆さん大変な思いされてると思いますけれども、まあ私たちこの錦鯉生産者、とにかくいい鯉をまあ、こんな時でもとにかくやることはしっかりやっていきますので、また来日できる時になりましてもぜひ寄っていただきたいですし、今回に関してはこのリモートとかさまざまなウェブを使って、インターネットを使っていろいろ発信していきたいと思いますので、今年も一つよろしくお願いします。今年は、コロナで、大変ですけれども、日本では、まあ、いつも例年通り生産はしています。日本に来れない分、三好池さんが来てくれると思うので、たくさんいい声を見てもらって、自宅にいてもいい声を買えるようにぜひいっぱい紹介してもらってください。 Please visit kodamakoifarm.com and sign up for a newsletter. We'll notify you as soon as we post the koi pictures and the videos on our website.It's going to be a little bit different type of harvest season. So please make sure you email us a list of your dream koi. I'm going to find them for you. Please visit our Facebook page and like Kodama Koi Farm. See you soon from Niigata.